はい、今日はメインストーリーの方を見ていきます。で、イベントのストーリー、開けられなかったやつをなんか先に見ようかどうか迷ったんですけど、本当にメインのストーリーを見終わってから、はい、開けられなかった、過去に開けられなかったイベントのストーリーを開けていきますので、はい、お願いします。ということで、映画の話ね。どんな映画なんだろう。気になる。あ、アメコミ。アメコミってなんや。ちょっといいかい。結構欲しがるじゃん。もち。なんかみんなこういうのに興味持つよね。うちも結構映画好きですよ。へへん。あー、やっぱそういうの好きそう。あー、確かに私もアクション好きだわね。そうだね。おお、戦国さんもそういうの好きなの。まあねって。うん、女の子か。やっぱ女性系好きなんだね。にゃ、確かにぽいね。なんか戦国さんといえばみたいな感じ。ああ、そうなんだ。全部自分でって大変やんか。それ全部こなす俳優さんってすごいな、やっぱな。あのさ、あー、やっぱ菊丸さんはやっぱそっち系か。いや、うん、結構ね、動きすばしっこいですから。アクロバット系だったら、なんだろう、アクション関係とか結構いきそう。な、どうしたの。どうかしたん。何。いや、さっき何。ああ、うん、ああ、さっきのことで思い出したんだ。あ、平等院さんね。やっぱみんなそっち気になるよな。あのさ、うん、話終わってからだよ、姉ちゃん。よし、うん、うん、話終わってからでもいいような気もしますが。やっぱ平等院さんのこと考えたら練習したくなっちゃったかな。くそ、はあ、何のことかなっていう感じだと思うんですけど。いや、みんなそうでしょ。まあ、トップクラスですから。何、なんかバレたみたいな感じのリアクションして、どうした。大丈夫。ちょ、買ってって。あ、なるほど、そういうことね。え？あ？なら？おう！頼むって何を？ん？ってなりますよね。イエーイ！インタビューか。
あ、こういうのはね、確かにそうなるわな。でも君様がいるじゃん。ねえ、いや、やっぱそうなるわな。うん、旗からしたらね。へえ、そうなんだ。ああ、うん、なるほどね。だからインタビューを。ウェイ。うん、でもこれは学校の放送するにしてはっていうレベルだけど。いや、ま、マジで？マジでって言われてもさあ。あー、やっぱそういう人多いわな。そうやな。中学生面白いって言ったらやっぱりあいつらでしょ。おお、怖っ。あ、黒い帽子。あ、真田か。真田だ。でも真田さんはどうだろう。あ、うん、跡部さんが一番向いてそう。だって一番向いてそうなの跡部さんじゃん、中学生で。おいおい、まあ、ハードルは高いっちゃ高いわな。おう、はあ、うん。でもなんか一番こういうのに向いてそうなのは跡部さんなんだよね。よっしゃ。言っちゃいましたよ。またいじる。もういじっていじっていじり倒してんじゃん、谷ヶ島さん。もうやりすぎないようにしてくれればいいんだけど。ん？何よ？何がどうした？マジで。はて。忘れたなら、はい、そうですかでいいじゃん。おい、そんなやや言うことじゃなくねえか。いや。一体何の、一体どうしたんでしょうみたいな感じになってんだけど今。いや、それこそさ、なんか旗から見たら、みんなから見たらさ、一体どうしたんでしょうみたいな感じだよね、多分。あ、試合かい。あ、うん、あ、うん、うん、確かにカバジさんも結構消耗してたわな。お、つーか、うん、確かにカマジさんはそんなおしゃべりなタイプじゃないからな。そうじゃの。うん、マジっすか。そんじゃ、卵の冒険。え、卵。どういうことそれ。ん、何これ、どういうことだマジで。続く？確かに。もう何を言いたかったんだ。たく。うん。ほう。結構優しいよ、シードさんは。どうでしょう。うん、確かにどうなるんやろ。は？何？そういえば、あー、君様、そうそう、ええ、
CM にも出てるんだ。うん、本当にスター選手ばっかだね。そこまで来たらブピーナ、いやブピーナじゃなくてさ、はい、ということで今回はこれにて以上にいたします。はい、チャンネル登録と高評価まとめてよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。おー、マジか。